22時、仕事から帰宅。晩ご飯を作る。以前は外食が多かったけど、コロナ禍で収入が不安定になってから自炊をするようになった。なるべく簡単に作れるものにしている。料理というよりは自分で作って自分で食べる、そんな言葉が合っているのかもしれない。今日の味噌汁の具は冷凍野菜を使おう。レンジにかけた玉ねぎにポン酢、生姜、鰹節、最近白茶を飲んでいる。出来上がり。簡単で美味しいのでおすすめです。玉ねぎは健康にもよし。100均で新しいランチョンマットを買った。今夜はずいぶん冷え込んでいるけど、味噌汁を飲んだら熱くなってきた。白檀の香りが好きで毎日炊いている。朝干した洗濯物を畳んでいる。下着類はこんな感じで収納している。
番下にはマスク。光熱費の高騰で頻度は減ったけど、湯船に浸かる肌。湯船に浸かりながら本を読むのが好きだ。平日は朝9時ごろ家を出て、帰宅は22時過ぎだから、仕事以外予定はほとんどない。ストレッチ。仕事は毎日頭も体も使うから、マンネリすることがないのは幸いだ。明日のお弁当のお米をセット。最近夜は冷蔵庫のコンセントを抜いて、そして一日が終わる。